声明、テント裁判において東京高裁民事24部高野、新裁判長は2015年10月26日判決を下した。大方の予想通りの判決で、基本的には原告の主張を全面的に認め、テントを畳んで経産省の管理地から退去せよ。1日あたり2万1917人の金印を払え。これには仮執行の条件を付すというものである。不当判決である。私たちの位置は明快である。原発の再稼働はならぬということである。今回の、一番の争点というのは、国民が声を上げる権利、国の政策に対して異議を申し立て、声を上げる権利、まあ、これは憲法21条の集会結社表現の自由で、一番民主主義社会にとって重要な権利として憲法は認めているわけです。でこの権利とほとんど利用されてなかった公有地を利用して、利用する権利、そのことによる国の損害、これを十分比較検討すればですね、ここにテントを設置をして国民が声を上げる、それが民主主義社会にとってどれだけ重要な権利なのかということは当たり前なんですけど、その考察を今回の判決はほとんどやられてません。震災の年の秋にですね、3日間の座り込みをここでやり通せました。ここは国有地であって経産省の土地だし、でもここの場所をちょろっと借りて福島のことを訴えたいわけです。そのためになんだかんだと足しげく通ってきました。福島のことを知ってほしい、原発はもうたくさんだということを訴えたい、泣きながら訴えることもありました。それがなんでダメなのか未だによくわからない。私たちの主張を聞いてほしい、多くの人に聞いてほしい。世界中にここは窓が開いていると思いますので、世界中の人に訴えたい。それがなんで悪いのか未だに不納得です。断固抗議していきたいと思っている。このテントは、人々の、日本各地にいる人々の反原発の思いを結集しているわけです。反原発の意思、もう原発はやめようという願いを集中して現れたのが、これから、暴力的に潰されようとしている、それに対して精一杯の抗議を挙げたいと思っています。潰されるかもしれない、しかし私たちの胸の中に輝いているテントが果たした役割、それはこれからいろんなところでそれを再生できていくし、新たなシンボルを作っていく、そういうふうな運動を私たちは作っていく、そういう意味で、とにかくこの判決があってもまだまだ最高裁がありますし、まだまだ頑張っていく、そういうふうな意味で今日ここで、私たちは声を上げて伝えていきたいというふうに思っています。皆さん、ずっとこれからも支えていきましょう。テントを支えて、私たちも新たなところで新たなテントを作る、そういうふうな意欲で頑張っていきたいというふうに思います。以上です。